八神はやてのやがやがやしないラジオ。はい、というわけでございまして、八神はやてのやがやがやしないラジオ第84回目放送でございます。はい、というわけでございまして、本日が12月4日の水曜日夜の10時となりました。いかがお過ごしでございましょうか。改めて私、八神こと八神はやてでございます。12月4日ですってね。もうね、今回はね、あんまり隙間が空いてなくて、これ今撮ってるの12月2日の夜なので、まあ言ってしまうと2日前ぐらいに撮ってるんですけど、なんで私もちゃんとね、あの収録してる時点で12月に入っていて、この12月トークをしているわけなんでございますけど、もうあとないですよ、1ヶ月ね。あと1ヶ月しないで2019年終わっちゃうんですね。2020ですってね。いや、全然実感湧かないっすね。いや、まあまあ実感なんかね、湧こうが湧かまいが2020年はやってきてしまうわけなんでございますけども、私もね、過去何回か、要はこの時にああいう企画やりましょう、こういう企画やりましょうみたいなことを要は話していって、まだ達成が時間のね流れに勝てなくて、まだ達成できてないものもあれば、なんだろう、もう間近に迫ってるものっていうのもあったりだとかっていう風に、まあいろいろとね、私の周りというか私自身もいろいろと揺れながら対応しているわけなんでございますけども、あっという間っすよね、本当にね。なんか毎日毎日がある中で、結局のところどういう行動が打てるのか、どういう動きができるのかっていうのが死ぬほど重要というか、ここでちゃんと動けないと、そもそもなんていうの、結局来年も同じようなこと言っちゃうし、かといってその動くきっかけって別にないんですよね。なんか以前話した気がしますけど、年末だからやり納めないですかとか、年始です、今年の目標なんですかって別になんだよね。その365日っていう暦の中で、別にその1年がぐる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 回ってるだけで、別に1月だから頑張らなきゃいけないことでもなければ、12月だから納めなきゃいけないことも特になくて、だから結局のところね、自分がいつどのきっかけで動き出すのかやるのかっていうところに、毎回毎回話の焦点は合ってしまってるんだよなとは内心わかってるんですよね。内心わかってはいるものの、でもやっぱりなんかおーみたいなさ年末まで来ちまったかみたいなね。本当はね、もっともっとギア上げなきゃいけないのわかってるんだけどね、なんかギアを上げるって言っても、どういう風にギアを上げるのが正解かっていうのもなかなか難しかったりするしね。とは言いつつ、やっぱりだけどね、ヤガミン自体もね、どうもヤガミハヤテですっていうこの自己紹介を言って、もう1000回以上やってるわけだし、そうやって考えると、いろいろとね、動き出さなきゃいけないななんていう決意を胸に秘めるわけですが、それをやるかどうかは置いといて、そんな感じの適当な私、ヤガミンことヤガミハヤテがお送りします。30分弱、今週もよかったらヤガミのちょっとした小話付き合ってあげてくださいね。というわけで本編スタートです。八神はやてのやがやがやしないラジオ、今月の築地報告のコーナー。はい、というわけでやってまいりました、今月の築地報告のコーナーでございます。さあ、というわけでございましてですね、今月の築地報告は12月、あなたがついた優しい嘘を教えてくださいというお題でございますが、もうね、わかります、みんなが手に取るように苦戦してるのがちょっとしたあれよね、戦いになってるよね。もうこっち対リスナーサイドのさね、まあもちろんだから、ラジオってそういう楽しみもあると思うんだよね。どこまでの無茶ぶりに八神が答えられるかもあるし、どこまでの無茶ぶりにリスナーさんが答えられるかっていうところもあって、でそれって何気にラジオの楽しみ方として俺は間違ってはないんじゃないかなって。要はこのラジオっていう一つの主軸のテーマトークの中で、まあお互いにね話を振り合いながらみたいなところもね、結構楽しめる内容なんじゃないかなって思ったりしているところなんでございますが、というところでございまして、さあ、というわけでございまして、今週のお便りは1通でございます。というわけでございまして、いただきましたのはこちら、ペンネーム、ケセランパサラ、ケセランパサンラね、あ、微妙に入れ替えやがった、からいただきました、ありがとう。ヤガミンヤガチャッチャ、はい、ヤガチャッチャ、優しい嘘とは。口から本音が垂れ流しのことが多いケセは大いに頭を抱えました。終わった。優しい嘘、ケセは大概だから兄弟間で嘘をついてダマくらかし合うのはありましたが、優しさって何？ケセが優しさを分けてもらったことならあったなって思うのですが、真ん中の弟がちょっと優しい子で、なんだか何とも言えない笑顔で、そうだねっていうタイプの子で、あ、こいつ思ってねえなって思うんですけど、優しさか言わない優しさかってなったことはあります。それくらいならケセも
やったことあるかもしれない。知れない。矢上さんは優しい嘘ならぬ言わない優しさかを発揮したことはございますか。なんて苦しい手紙、精進します、消せガンバね。最後に自分を応援して終わる手紙というですね、結構レアリティの高いお手紙でございました。言わない嘘結構あるかな俺は、立場上。まあというのが、まあ言ってしまうと、私仕事のまあ会社の中での役割としては、別になんつうんですかね、身分低い方ではなくて高い方になってしまうので、人のことを注意する権利を持ってしまっているんですよね。なんですけど、その流れの中でやっぱりその注意っていうところにおいてだと、やっぱりあ、これぐらいのミスはなんか言ってもなんか重箱の隅をつつくような感じで、誰も幸せにならねえからやめておこうかなみたいな、感じでやっぱり撤退っていう風にする嘘ってありますし、逆に言えばこれぐらいのことだけどあえて言うみたいなこともあったりするんですけど、まあやっぱりこのね、相手のことを、要は難しいんですけど、なんか個人的には相手のことを指摘するのと指導するのっていうのは全く意味が違うと思っていて、指摘するのっていうのは指摘された側はすごい俺は幸せなことだと思ってるんですよ。これが何かっていうと、要は自分で気づかないと何かしらペナルティーであったり責任の問題が生じる内容だったはずのものを誰かが面倒を見てくれるわけじゃないですか。それってね、なんか本来だと自分でケツ拭かなきゃいけないのを他人がケツ拭いてくれるのって結構幸せなことじゃねって個人的には思ったりするんですけど、だけどまあまあ、その指摘をするっていうのはやっぱりちょっと指摘された方はね、チクっていうところもあったりするので、そこら辺のことを考えてみてみると、まあまあ一つの方法として言わずにこちら側で修正しておく、でなんとかそのほのめかすような感じで気づいてもらって、あ、これもしかして俺のこと言ってるのかも、あ、そういえばあの時あれミスってたななんてことに気づいてもらいたいなとかって思いながら仕事することは多いんですけど、まあなかなかねうまくはいかないよ ね。とはいえね、はっきり言うのがうーんっていうね、この嘘っていうのもね、なかなか難しいもんでね、その要は言わない優しさ、なんかそれこそ例えばですけど、日常生活でいうとあれじゃないかな、鼻毛が出てる人とか、分かりやすいところで言うとね、鼻毛が出てるな、あ、鼻毛が出てるよって言った方がいいのかな、あ、でも鼻毛が出てるよって言ったら、あ、エチケット全然気使ってないって思われちゃったかななんていう風に思った相手が落ち込んでしまうかな、んー、じゃあ鼻毛が出てるよってことを言わない方がいいのかな、でも鼻毛が出てるよって言わないと相手はずっとその醜態を晒したまま今日一日を過ごしてしまうんだよな、これがあれですよね、結構難しい嘘ですよね。ね、これの場合ね、優しい嘘の場合もありますし、見て見ぬふりをする嘘っていうのもありますし、でこれをね、直接的に相手にやっぱり伝えられちゃう人っていうのもいますし、みたいな感じで結構タイプによって分かれてくるので、そこら辺って結構判断が難しいところなのかなと個人的には思ったりするんですけども、でもやっぱりそこの嘘もね、いろんな種類の嘘がきっとあるんだろうなぁなんていう風に思ったりするわけでございますよね。それに近しいようなね、特にやっぱさっきも言った通り、エチケット周りに関する、その言おうと思ったけど言うのやめちゃったみたいなことはあったりするんじゃないかなぁなんて思ったり、こんな感じで皆さんからはですね、今週ね、12月の間はですね、皆さんがついた、またはついてなくても大丈夫です、優しい嘘の話について、こちらですね、テーマトーク募集しておりますので、皆様からのお便りとしてどしもお待ちしております。というわけでございまして、以上、矢上の築地報告のコーナーでございました。矢上はやてのやがやがやしないラジオ、ふつおたと近況報告のコーナー。はい、というわけでふつおたと近況報告のコーナーでございます。というわけでございましてですね、こちらふつおたのお便り読んでいきましょう。というわけでございまして、相変わらずは先発投手から参りましょうか。中央間を消せからいただきました。やがみんやがちゃっちゃ、あいやがちゃっちゃ、うちうちしてても仕方がないって思ってはいても、思ってはいてもついつい気にしてしまう消せです。いじいじ聞かなくてもいいのに聞いちゃって、はわーってテンション下がったりして辛いなってなることが最近多々あって、心がうちうちしてしまいがちです。気にしなければいいのに、勝手に気にするから、もうできないことはできないし、だからこそ今頑張って慣れていかなきゃなのに、こう悪いのはできてない消せだけど、そんな聞こえてしまうようなところで心折れるようなこと言わないでよ、聞いちゃったよっていうことに遭遇するタイミングってどうしても存在するよなって、たくさん頑張りたいけど失敗が怖くて結局中途半端になってしまいます。これが一番ダメなやつ、分かってるので頑張ります。ウキ。矢上さんは、はあ、矢上さん
はあタイミングがダメなやつだわ、うわーってなった最近の出来事とかございますか。あともしよければ気仙に知った激励の言葉をください、頑張りますピエっていうところでいただきました。あるよね、なんていうのかろう、まあ至ってシンプルに間が悪いんだよね。なんか本来で言うとなんかそういう時に起きてほしくないとか、例えばだけど矢神はもう至ってシンプルに、私一個ちょっと性格上難がありまして、仕事中に仕事以外のことでイライラしちゃうと仕事が手につかなくなっちゃうんですよ。なんで仕事の時に私のことを怒らせないでほしいみたいなのがすごいあって、そっちでイラッとしちゃうともうそっち側にポテンシャルを割こうとしちゃうんですよね、自分自身がね。それがいかに浅はかで愚かなことかも分かっているつもりなんですけど、なんかもうとにもかくにもそっちに頭が向かってしまって、そっちに向かってうわーっていう風に考えて物事を動かしてしまうというところは本当に矢神の悪い癖で、なんだけどやっぱりその衝動的にイラッとしてしまったもんに完全にそっちの方向向いちゃうっていう、だからあー間が悪いな間が悪いなとかって思いながらやったりすることがあるんですけど、そういうことって結構こうあるよね正直ね。でそれこそなんだろうかな、ちょっとイラッとすることがあって、これ以上イラッとすることが起きないでくれればいいんだけどって思ったら、そこから連鎖的にさ、ちょっとストレスが溜まるような出来事が起きちゃって、今じゃないだろうみたいなことになったりだとかね、そういうこともね結構ありましたね。だしそれっていうのはあると思います。ただ逆に言うとそれが起きてない状態、要はあれじゃないですか、それがまあ見えないことが一番いいんですけど、何かタイミング的に嫌なことがあって、これ以上嫌なこと重なってほしくないなって時にガン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 って重なってくることがあるとしたら、嫌なことが1個しかなかったのにその後に物事が重ならなかった時に感謝はしてないんですよね。だからそういうところで言うと、実は俺らってああよかった今回これだけで済んだみたいな感じのポジティブシンキングが足りないんじゃないかっていうところは絶対にあると思っていて、だからもしかするとね、なんかそういう風にちょっとだけ前向きに考えられるようになることで発想の転換じゃないけど、もしかしたらもうちょっと生きやすくなるというか生活しやすくなるなんていうこともあるのかもしれないですよね。というわけでございまして、知った激励の言葉か、そうかそうか、知った激励の言葉ね、結構こういう時のね、なんか激励の方は得意なんだけどね、知ったの方が苦手なんだけど、だけどまあ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 、あえて言うとしたら、これ結構ね職場とかでもなんか他の後輩の子とかにも言ってたりするんだけど、何か嫌なことがあったりとかぶつかってるっていうのは少なからず現状維持に甘んじてない前に進んでる証拠だから、前に進んでればもちろんラッキーなマスに止まることもあるし、すごいアンラッキーなマスに止まることもある。だけどどのマスだとしてもそれはあなたが進んでるから、そのあなたの進んでる出目に対しての結果、つまりそれは進めてる証拠なんだから、落ち込みたい気持ちもわかるし嫌な気持ちもわかるし、そういうのも全部わかるけど、まずしっかりとサイコロを振って前に進んでることを認めてあげなきゃダメだし、褒めてあげなきゃダメ。自分のことを認めてあげて、自分のことを褒めてあげて、それが全部できてからその嫌なことと向き合う。嫌なことばっかり抽出しちゃうと、本当はいっぱい褒めポイントがあったのに、その褒めポイント全部損なってしまって他のものを見落としてるかもしれないよ。その上で言えることだけど、少なからずお手紙やらなんやらで俺はケセが頑張ってるの知ってるから大丈夫だから、今の頑張りが足りてる足りてないとかじゃなくて、ちゃんと今を頑張ってるの知ってるから、だから本当に辛いなって思った時に、なんか褒めてほしいなって思ったら、褒め先はしっかりまだ残ってるから、そういうのはちゃんと胸にしまい込みつつ、何かあった時には頼っていいから、もうちょっとしっかりと自分のことを認めてあげて、自分のことをたくさん褒めてあげて、無理しないぐらいに頑張ってね。続いてのお便りです。ラジオっぽい続いてのお便りです。適合艦隊多分ハープ以下からいただきました。多分か、やがみんやがちゃっちゃ、朝にカンコレの遠征を出して練習して、夜寝る前にまた遠征を出して午後の練習をして寝るハープです。それぞれ20分くらいです。あれはもう生活の一部というかルーティーンというか、やめたくてもやめられないんですよね。いや危ないお薬ではないです。やがみんは何かルーティーン、生活の一部になっていることはありますか？なければ美味しい芋田楽の作り方を教えてください。芋田楽に興味がないですルーティーンね、まあ俺の場合だけどあれかな、朝起きたらミネラルウォーター飲むことかな。
うちあれなんですよね、別に騙されたとかじゃなくて、自分の意思でウォーターサーバーを置いてるんですよね。やっぱりだけどなんか水に氷入れすぎると冷たくなりすぎるし、なんだけどやっぱ朝って起きた時喉がやっぱりね乾いててね、体もカピカピになってるじゃない。だからあそこからはやっぱり出したくて、でなってくると、まあそれの一番いい方法として個人的に思ってるのが朝ミネラルウォーターを1本飲むっていうところと、まああとはあれかな、生活の流れとかによったりだとか、その時やってるダイエットとかによっても違うんだけど、まあ原則だけど1日に水は2リットルから4リットルぐらいは飲むようにする、ここの2個は完全にルーティーンですね。だからまあ昼ぐらいに水飲んでとかで、まあそれに加えてじゃないけど、落ち着いた時にまあニュース関係のサイトとかをめぐって、まあまあ2ちゃんのまとめとかも含めるんだけど、そういうところとかをバーって見て、あこういう情報があったんだっていう世の中の情報をキャッチしに行くっていうのを必ずやりますね。なんだろうかな、毎日さ、例えば仕事場に行って仕事します、毎日仕事のこと向き合います、毎日ヤガ活します。例えばヤガ活ってさ、俺からすると全くなんだろう、今までになかった刺激的な毎日をくれるとっても楽しい趣味なんだけど、実を言うとこのヤガ活っていうのもね、ずっとやってるとルーティーンになっちゃうんだ。やっぱ今日は何々が足りてねえから何々取ろう、何々取ろう、何々取ろう、何々取ろうの繰り返しばっかりになっちゃうんだよね。だからどん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 八神が気づかないうちにこの作業が全部ルーティン化してきてしまって、なんか別にこれ自体には目新しさがなくなってしまうなんてことがあったりするの、残念ながらね。だからこそ、じゃあ八神の方にも刺激を入れなきゃいけないからっていう、私の場合はルーティーンも大事にしてるんだけど、ルーティーンブレイクをすごい大事にしていて、だからずっとヤガ活が続いてきちゃった、例えば週8の動画で4ヶ月やってきた、週8の動画を投稿するのがもう何も苦がない、じゃあ9本にしようみたいな、要は筋トレじゃないけど自分にもっと圧をかけてみようとか、自分がやってる作業をもうちょっと忙しくしてみよう、大変にしてみようみたいなところから、自分のやってる流れを少しずつ変えてしまうね。朝起きた時に水を飲むっていうのは、一日を健康的に過ごすためにやってるルーティーンであって、まあ以上でも以下でもないんだけど、やっぱりだけどそのヤガ活っていうとっても楽しいはずの趣味が毎回毎回同じことをやってるように感じてしまったのであれば、それは一個の異常事態、大問題だと思うし、だからそこには何かしらの手を施さなきゃいけないはずだと個人的には思うんだよね。じゃあどういう風にするかっていう風に考えて、まあ基本的には健康のためにはルーティーンを施して、それ以外のことは、非ルーティーンになるようにどん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 壊していくっていうところを私は常に心がけながらですね、だいたい毎日とか毎週を過ごしていることがとっても多いですね。やっぱそうした方がね、生きてて楽しいというか、毎日一日一日を迎えるのがとっても楽しみになるのかなと思ったりするので、であとはやっぱりだけど最近で言うとね、もうちょっとだけど12月17日の動画投稿されると、違うな、12月16日かの動画が投稿されると、私1年間連続でずっと動画投稿してたことになるんだけど、そういうところで言うとやっぱり今毎晩寝るのが楽しみだったりね、毎晩寝て起きると、あ1日減ったぞみたいな感じでちょっとワクワクしたり、でも1日減ったぞって思ってる反面で、今その動画のスケジュールを管理してるツールみたいなのがあるんだけど、そこはどんどん赤く光っていくから、あやばいこの動画がそろそろ撮らないと落ちちゃうみたいな感じで毎回毎回バタバタバタってしながら、まあ生活をしているんですけど、でもやっぱりね、今やってるいろんなことが楽しいなって思えることに感謝をしながら、日々絶対にやらないと健康じゃなくなっちゃうとか自分が落ち込んじゃうっていうルーティンはしっかりとこなして、あとはできる限り毎日毎日発生するイベントがルーティンイベントではなくて非ルーティンイベントになってて、なんかちょっと驚けたり、なんかちょっとワクワクできたり、そういうことがなんかねできるように私は心がけているつもりですね。昔はちなみにだけどね、私も観光で死ぬほどやってて、その頃はもう本当に2時間に1回とか1時間に1回とか起動して、遠征回したりだとかキラマラやってとかやってたので、まあそれだとね、ルーティンの気持ちもとってもわかるですけど、まあただ私があれなんだよね、多分昔と違ってソシャゲにあんまり熱が打ち込めなくなってしまったのが多分一番のあれなんだろうな、変わった部分なんだろうな。昔はなんかそういうソシャゲとかスマホのゲームとかパソコンのゲームってすごい熱中できてたんだけど、なんか
提供する側に回りたいって思っちゃったんだよね。提供されてるものを享受してる間って提供するものを作れない時間になってしまうから、唯一ゲーム実況って特殊なの。誰かが作ってくれたものを提供されながら享受しながらそれを配信できる側の立場に回れるっていう、すっごいレアなお仕事だと、お仕事というか趣味だと思っていて、だから俺にはゲーム実況ってとっても向いてるし、ゲーム大好きだし、なんかもう美味しいところ取りっていうつもりでゲーム実況は今実は私の中ではやってるつもりなんだけど、でもやっぱりね、そういう風になんか振り返って考えたりした時とかに、そのコンテンツを受けてさ、なおかつだけどその最高率を狙うためになんかやらなきゃいけないみたいなものが人生の最高率ではないよねと思って、それからねあんまり手出しできなくなっちゃったんだよね。またハマれるソシャゲとかあったらいいんだけどな。最近は欅坂のアプリしかやってないな。それでは最後のお便りです。コージーするしろたさんからいただきました。やがちゃちゃです。初めての近況報告ということで投稿しようと思った話は、消費税が上がって3日くらいが過ぎた時の出来事。夜中に台所の水の流れが悪くなってるのに気づいた私は掃除をしようと思い立ったわけですが、キッチンハイターが空になってたので、ね、近くのコンビニへ買い物に行き、スプレー式のキッチンハイターだけを購入。そのまま、家路につき、袋を開けるとキッチンハイターと一緒にストローがついていました。自分でもはっきりと独り言と分かるくらいの声量で飲めってことと言ってしまいました。ヤガミはちなみに増税後に初めて買ったものは何ですか？タバコかな。もうあれだよね、みんなが全く期待してないヤニカスの話おっしゃったんだけどね、増税がありましたね。私は増税はあまり気にしないようにしていて、まあそれこそ例えば私今もそうなんですけど、絶賛やってるんですけど、急に気が向いてファスティングをよくやるんですよね。でファスティングってまあ要は固形食食わないダイエットのことなんですけど、ファスティング始めると結局3日4日固形食食わなくなっちゃうので、まあそうなってくると必然的にね、で飲み物も基本的には貯めといたミネラルウォーターとかばっかりになるので1円も使わないみたいな生活がザラになったりするので、あんまり増税っていうのを気にしてもしょうがないなっていうのと、あとはやっぱりその消費税って言われるのってまあ他の税金と違って脱税ができない消費税な、税金じゃないですか。なんで日本っていうところで生きていると全員漏れなく絶対にダメージを受ける税金なので、まあ、この税金気にしてもしょうがないよねって、だって金持ちも払ってるし貧乏人も払ってる税金だものって思って、私は結構ね増税に関してはね見て見ぬふりをすることが多くて、なんでまああんまり関心度が高くないというか関心度が低いっていうのがまあ正解かなと個人的には思ったりしているんですけども、まあみたいな感じなので全然記憶がないですね。ただまあやっぱ増税したなって思った時とかにね、そもそもだけどさ 5% の時は良かったんだけど 8% になったぐらいからさ、常日頃からもうさ別にもう 8% だろうが 10% だろうがさ税金高えって記憶しかなくて、なんかそれこそあれじゃない、私なんかはさパソコンとかが趣味だったりするからさ自作 PC 組んだりとかするんだけどさ、そういうことやってるとさ消費税のところの欄がえげつないことになるんだよね。なんかまあそれこそさ消費税だけでなんか2万いくら払ってるとかさ、消費税だけで2万いくらってなんやねんとね、そもそも高いものを買おうとしてるのにそんなに税金を納めなきゃいけないのっていうのがもう 8% の時から感じてたので、 8% で感じても 10% で感じてもさして変わんねえだろうなと思ってね、なんか適当にそこら辺やってますね。ただびっくりしたのが、つい先日隅っこ暮らしの映画を見に行ったんです。でまあ映画館なんでね、入る前に私映画館で光出すやつはまあ射殺したい派なんですけど、ポップコーン食べるなっていうのは理解できないんですよ。そのなんか息を殺して映画見ろっていうのはそれは違うだろって思ってて、ちょっとぐらい笑ってしまったりとかちょっとぐらいっていうところのグルーヴ感が映画館にあってよくねって思ってるから、私はあれなんですよ、ポップコーン普通に買う派なんですけど、ポップコーン買った時にまだ劇場が空いてなかったんですよね。で、ちょっとそのまあラウンジみたいなところで待ってたんですけど、もうそこの上側にラウンジで食うなら宣言してくれと、税率を 10% にしますと、要はイートインなんで。だけど映画館、要はあくまでこれはこういう要はフードコートで売ってるだけなので、あなたが映画館の中に持って入って食う分にはそれはもうあなたが持って帰ったもんだと、だからそれに関してはうちは知ったこっちゃないと。ただあくまでそれをこのラウンジで食うのであればそれはイートインなので、行ってくれれば消費税 10% で打ち直すから購入時に必ず宣言してくださいって書いてあって、は？と思って、で
あれじゃない、なんか多分なんだけどさ、これあんまり良くない話なんだと思うんだけどさ、そのまあ言わないじゃん、劇場で食うために買ってるから。なんだけどまああくまでに時間かかっちゃったんだよね、なかなかその綺麗になんか掃除が落ち着かないとかで、でなるとさ手元に持ってるポップコーンさ暇だから食べるじゃん。多分この時点で俺は多分申告漏れになってるんだろうね。もうそう考えるとさ、もう 8% とか 10% とかどうでもいいからさ、暫定税率っつうのをなんとかしてくれやって思うよね。なんかめんどくさーって、どこで食うかとかでさその税金が変わるっていうのはさ、なんかたこ焼きとかなんかはまさにだよね。横にあるベンチだって、目の前にあるベンチで食ったら持ち帰ってるけど、そのすぐ横にある立ち食いテーブルで食ったらイートインで 10% なんだぜ。なんかへーみたいな、なんかお前が何言ってんのか全然わかんねえやみたいなね顔で私は毎回毎回そういうなんかルールとかを見るんですけど、でもほんとさ、なんか昔に比べてさ生きづらい世の中になったよねって随分思っちゃうわ正直。なんか昔はなんかもっとさなんかルールが曖昧というかさなんだった気がするんだけどさ、なんかやったらめったら文句言う方が強くなっちゃったよね今の日本でね。だからまあタバコに関してもさ、消費税に関しても何に関してもさ、もう文句言った方が勝ちみたいな、フェミの勝ちみたいなね、なんかね生きづらい世の中になっちゃったなと思うので、私は世の中に出ないでこの YouTube という世界にですねずーっとですね引きこもったままゲームを続けていこうかなというふうに思っている次第でございます。というわけでございまして、ふつおたの近況報告のコーナーでは皆様からのふつおた、そして近況報告のお知らせお待ちしております。皆さんからのお便りどんどん待ってるぜ。というわけでございまして、以上ふつおたの近況報告のコーナーでした。はーい、というわけでございまして、お疲れ様でございました。エンディングの時間でございます。さて、ここでですね、やがないラジオからの報告でございます。ただいまですね、やがみさんお仕事ですようにですね一切のお仕事がない状況となっておりますので、こちら来たお手紙は非常に読まれやすい状況となっていることをお伝えしたいと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、エンディングなわけですけどもね、こうやってさ毎回毎回私はさ、やがないラジオの収録が始まるとさ、どの手紙読もうかなっていうのをなんとなく人が被らないようにとか最低限のルールで適当に選んで印刷して、でまあまあ買ってもらったね、ゲーミングチェアに座りながらマイクのところでずっとペチャクチャ喋って、でまあまあ一人ぼっちで喋ってるもんだから、ちょっとなんかね貧乏ゆすりしちゃったりとか、ちょっと車くる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 、車じゃねえや、椅子をくる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 回しながらさずっとお話とかをしてたりしてるわけだけど、やっぱりラジオってさ、今日前半戦でも話したけど、どこか一方通行の会話であり、どこか短歌の切り合いでありね、そういうさ、そのリスナーさんとの相当特殊な異文化交流が楽しめる内容のものなんじゃないかなって個人的には思ってるわけですよ。だから実際問題、今ここでねわーって喋ってるものも、届くのは2日後の12月4日の夜の10時にやっと皆様のお耳に届くという感じで、ちょっとした時間差があるじゃないですか。だから本当にラジオってなんか表現は難しいんだけど、みんなで見やり合うなんか交換日記だとか、そういうような本当に特殊な性質を持っていて、なおかつみんなはペンでしたためる、みんなはキーボードやフリック操作でしたためるけど、俺はあくまで言葉で返していくっていうね、こういう本来の交換日記だと両方ともペンを走らせればいいはずなのに、そこも何か少しだけルールが違うみたいな感じで、そういうなんか至る所に楽しめる要素というか、なんか特殊な要素が含まれてるのがラジオの一つのなんか良さなんじゃないかなって個人的には思ったりするわけでございますよね。でやっぱりだけどね、こうやってやってるとラジオやってる間って眠くなるんです。なんかとっても落ち着く感じというか、ゲーム収録とかやってると、あここであれ言わなきゃこれ言わなきゃとかっていうのが切られたりだとか、あとは時間見ながらやらなきゃとかいろいろあったりするんですけど、なんか知んないけどラジオやってる間はそういうのがなくて、自然体の自分のままでずっと適当になんかコンビニの目の前でカップヌードルでも食いながら話してるような気持ち、そんな気持ちでここでこうやってお話できてる立場というか時間がもらえてる私はやっぱり幸せ者だなってちょっとどっかで思っちゃったりするわけです。そんな矢上ハヤテがお送りしてまいりました、矢上ハヤテのやがやがやしないラジオでございますが、今週はこの辺で、来週も同じく水曜日の夜の10時にお会いしたいなと思っております。皆さんからのお便りもまだまだ募集しております。ずいぶん急に最高気温が冷え込んできましたね。朝布団がかかってるんだけど風邪ひいちゃうかもしれないから、毎日ゆっくり暖かくして休んでくださいね。というわけでございまして、ここまでのご視聴ありがとうございました。 See you next time. Stay tuned. Bye bye. 体に気をつけて。おやすみ。